これこういうこの流れの中で10秒後ぐらいに当たるんですよ、1400台と。それが嫌だ今日は。もうそこからね、流れが一気に変わって、そこまではおお海鮮雑魚です。あなたじゃないと思うけどね、当たったからね。いやーどうしようかなー。あ、ちょっと新しいポケイモンをちょっと入れてみました。ナットレイっていうね、ナットレイっていう新しいポケイモンを入れてみましたけど、どうなんですかね、ナットレイさんはね。どうしよっかなー、これはガーブから行くか、ガルドから行くか、アローか、ナットレイか。ナットレイってこのポケモンにハマるんですかね。ちょ、もうとりあえず入れてみた感満載なんですけど。てか嫌なのいるじゃん、右下に。全然気にしてなかったわ。いや、これも初手アローだろうな。初手アローでガブ控えさせて、あんま初手アローってやりたくないんですけどね。で、ラスト一匹ちょっとな、馬車が出てこられちゃうとちょっとどうしようもないですよね。てか馬車、つら。残りのポケモン全部馬車につらいんですよ。じゃあ、ナットレイの位置にスイクンなのかな、したらちょうどいいかな。まあ、ガルドですよね。なんかもうね、使い方が本当にね、全然わからない。なんか自分に合ってるポケモンを探すたびに、だんだんレートが落ちてきてね。はい、ライコー。出し負けていく。こういう時に欲しい。まあいいかな。まあ、ここはガブ。はい。メガ進化もう一匹入れるか。受け系のメガ進化とか入れる方がいいんですかね。はい、放電かわしていく。放電。食べ残しとか、そっち系ですよね。じゃあ、そしたら。ここどうなんだろうな。メザ氷打ちやすいターンではあるけどね。まあでも自信かな。ああ、はあ、はあ、はあ。壁張り雷光か。壁張り両壁自身、両壁。うん。うん。ああ、壁バトンか。壁バトンなぁ。なるほどなぁ。ああね。確かに。久々に見た。そうか、壁バトンから足パもできると。ああ、はあ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 。はい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 。なるほど。面白え。そいつは面白えや。面白え。全然見てなかったけど、その壁馬車バトンとかにはすごい対応してるなっていう、そういう感じですね。どうしよっかな。どこでどうしよっかな。難しいなぁ。どこで吠えようかな。それだけですね。いやぁ、どこで吠えようかな。一旦もらいたいなぁ、逆に言うと。ここだな。一回ここ地震打つわ。はい。で、この辺ビルドでしょ？弱砲、ビルド。で、身代わりかバトン。で、ここで身代わりかバトンですかね。はいはいはい。で、何段か今。1、2、3、4、5、6、7。7、はい。はい、バトンタトゥー。バトンタトゥー。あれ？エーフィーだったらバトンタッ、あ、やばくない？やばくないか。やばいのか。ガルーラ、はい、勝ち。はい、さよなら。よし。よし。そんで？そんでだよ。そんでだよ。え、どうすんだよ。でっていうには変わりねえんだよな。まあまあまあ、もう一回自信ですかね。はい、対戦。お、お、お。
あ、そうよね。まあまあ、バトンがそうだよね。そうですね。やっぱガブのホエール強いですね。もう一戦いきますか。久々に。ちょっとナットレイ買いたいんですけど。とんでもなく馬車に弱いっていう。こんなに馬車がいる中でさ、この対戦お願いしますパーティーですよ。水君にした方がいいですかね。ちょ、水君にして潜ってみる。あ、なんかそうね。なんかそうね。岩にも若干弱いよね。あ、でもこれナット刺さってんじゃないですか。刺さってんの。マジ。マジ。マジ。ムーマージとかマジかよ。どうしようかな。どうしようかな。ナットから入るとかも手ですけどね。自信。ガブ？ドサイとか来そうですよね。威嚇だなぁ。威嚇つらいなぁ。じゃんけんっぽいですね。いやぁ、でも初手ガルドをここで投げられるかどうかっていうのは結構不戦な気がしますけどね。ガルド納豆。で、アローがきつい。いやでもアロー入れとかないと、なんか最終的にこうマンダとかで詰めそうな。忘れた頃の棒マンダだからね。本当に忘れた頃にやってきますからね。うん。でもガンプーとかで死にそう。こっちだな。はい。すごいですよ。今日多分30戦ぐらいやってるんですけど。ナットレイとまだ2回しか会ってない。ナットレイのパーティーと2回しか会ってなくて、しかもうち1回出てきてない。残りの1回だけ炎のパンチが当たる。ナットレイも死滅しちゃったんですね。悲しい。雪崩に戻した方がいいかもしれない。はい、対戦お願いしますと。もうね、変化、環境の変化。変わる変わるよ、地球は変わる、世界は変わる、喜び悲しみムーマージ。さあ、どうしようかな。まあ一応出しがちはしたけど。マージは初手はなんかを鬼火するけど、どうしたらいいのかがわからない。まあ問題はドサイドンをどう処理するかですかね。やっぱ、あ、お、え、メガネ、うん、タスキ。マージってあんまタスキのイメージないけどね。タスキもあるんですか。てかタスキなんですか。メジャーは何なんだろう。なんか、ラムとかな。あ、タスキなんだ。え、影打ちあるの。マージって影打ちある？あるの？あるの？あるのかな？あるのかな？全然わかんないんですけど。道連れ？いや、あったらあったじゃない。あったらあったなんじゃない？ないよね、ないよね。ないですよね。マージ、そうだよね。シャドボ影打ちだもんね。ないよね。いやーでもね、なんとも言い切れない部分はあるんですけどね。さ、そんで、野菜丼がで、野菜丼先生出てきてくれたら神なんですけど。まあ、アローですよね。ファイヤーバー。あ、ファイヤーバー。ファイヤーバー何してくるんだろう。このタイミングで出てきたファイヤーバーでしょ？まあでも禁止打っとくに越したことないでしょうね。まあ、どうせ、挑発か鬼人が打ってくるのかな。まあでも、受けポケは一応いますからね、ドサイド。うん。だからまあ、こいつが、ハイブリッド型だろうが、なんだろう、受けポケ？ゴツメ野郎だろうが、別に、不思議な感じはしないですよね。はい。禁止をして、で、フレドラを透かしていきつつ、
フレドラがあるってことは、ハチマキなんじゃねっていう、そういう期待感を抱きつつ、僕は駆け打ちを打って退散すると。フレドラだったら引いてもよかったですけどね。はい、OK。反動で。弾だったら反動で落ちるかも。反動弾で。ハチマキだったらまあ、ハチマキ。はい。反動。反動だけ。なるほど。まあ、そんなに辛くはないでしょうね。はい。したら、サメ肌だけじゃ落ちないので、ここはもう激鱗を打つ。で、ラスト一体が、サナじゃないことを祈る。あ、そっか、反動で落ちる。反動も込みで落ちる。あー、反動で落ちたー。反動で落ちやつー。やっちまいましたな。やっちまいましたね。まあ、あれですよ。青空プレートとか持ってたみたいな。そういう、あ、ドサイドン先生だ。確かにドサイドンって先生ってつけたくなりますけど。どうしよう。え、邪行でしょ邪行でしょで、ガブに対して撃てないでしょ一撃で落とせないでしょない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 。そんなんない。そんなんない。一気に持ってく。自信はい。はい。はい。じゃあなんでさっき研磨やらなかったんだよって顔して見てますけど、こっち。なんでアロー対面でお前研磨しなかったんだよ。ハチマキじゃねえのかよ、みたいな。はい。さあ、どうだ。よいしょ、対戦ありがとうございました。オッケーね。オッケーオッケー。よしよしよし。まあ、珍しく、2連勝できましたね。はい。さあ、こっからどれぐらい録画が撮れるかが勝負だね。今週は。はいよー。